こんばんは、ロビーラウンジへようこそ。ロビーです。今回はいろり京都駅東本願寺前に宿泊です。今回もどんな滞在となるんでしょうか。早速行ってきましょう。のれんをくぐりますと右手側にね、すぐ受付がありました。今回ね、ここの宿に来る前にレンタカーじゃなくてレンタルチャリ、レンタサイクル借りたんですけどね、すぐ近くにレンタサイクル屋さんがあってね、一日自転車で京都観光をしておりました。さて、今日は4階のお部屋ですね。チェックインを済ませてありますので、そのまま向かいたいと思います。荷物はね、あらかじめもう部屋に運んでくれてあるようなので、行ってきましょう。今回はキーレスということで、あらかじめね、こう、鍵のロックの番号がメールで送られてあります。今日はね、403だから、一応来た時にね、受付の、記入はしたんですけどね。ということで入っていきたいと思います。タッチして、タッチで、これで番号を入れる形ですね。なんか喋ってますね。うお、びっくりした、びっくりした、目の前に鏡、超びっくりした。はい、喋るタイプですね。閉まりました。いいですね。電気をつけましょう。電気は全く見えないけど、あ、おお、すごい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 。電気まず見えないんですけど、だいたいこの辺かなって触ったらありましたね。こういう感じのお部屋です。あ、ルームツアーも行きましょう。はい、ここに収納クローゼットと、はい、ありますね。いやー、電気つくのかな。ここは電気はつかないと、電気はないと。はい、そしてそう、いや、開けたら、ね、すぐ姿見だったので、ちょっと自分にびっくりしてしまいました。今回は一応ツインルームだったかな、ですが3人で泊まれる、まあエクストラで、ね、ベッド引けるんでしょうね、布団かな、ということで3個スリッパがあります。で、ここで靴を脱ぐ形ですね。はい、靴を脱ぎまして上がっていきましょう。うわー、素敵だな。ちょっとね、はい、行く前に手前からどんどん紹介していくスタイルにしていきましょう。ここお手洗いかな。あ、お手洗いですね。はい、このようなお手洗い、綺麗ですね。電気は、電気はこっち側、面白いところにスイッチがありますね。はい、こんな感じですね。うん、綺麗でコンパクトですね。壁に隠れてる感じがまた素敵ですね。そして、はい、こちら、じゃじゃーん、今回はミニキッチン付き冷蔵、このでかい冷蔵庫と電子レンジ、ケトル、それから IH、 わーお、でお茶のセットなんかもありますね。今回のこのホテルではですね、コンセプトとして暮らすように泊まるということで、長期滞在にもね、非常におすすめの宿となっております。下は何、あ、嬉しい、フライパンもあるんですね。へえ、いいですね。プッシュ、おお、これいいね。あ、ちゃんと食器類も全部揃ってますね。へえ、いいですね。まな板と包丁はどうやらないみたいです。借りられるのかな、どうなんだろう。いや、この食器棚いいな。うん、初めてだな、この押して出てくるタイプっていうのはね。静かに閉まるやつあるんですけどね。そしてあらかじめ荷物入れてくださいました。まだお部屋の方に行かず、こちら水回りですかね。おお、今日はマスク取ろうか。今日はなんとキッチンじゃない、よいしょ、電気はこっちだね。こちら洗濯機付きです。いいですね。洗濯洗剤もあると嬉しいんですが、ボキボキってアメニティ、またこの木箱もおしゃれないろりのロゴ入りですよ。はい、そして見ていきますか、アメニティ。いやー、洗剤はさすがに入ってないかな、ちょっとバランス悪いな。そして見ていきましょう、コットンに、櫛ですね。それからヒゲ剃りに歯ブラシという感じですかね。はい、
まにアメニティは使わないので詳しくは見ませんが、そんな感じと、そして洗濯用のピンチありますね、いいですね。でドライヤーがこのようなドライヤー、うん、いいですね。あるかな、ないよね。水洗いするか、よいしょ。こちらにはタオルが一式入ってますね。どっさり3人分バスタオルとフェイスタオル入ってます。それからコップとね、いいですね。そしてこちらお家みたいですね。ここの給湯器がある、給湯器っていうのかな、あるのが。おー、きれいきれいちゃんと洗い場付きでね、あの一個一人分十分な広さでございます。浴室も、うん、あ、結構小さめですね。小さめで底が深いですね。いいですね。シャンプールームちゃんとあります。はい、続いてお部屋の方へ向かいましょう。じゃん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 、電気つけます。3、2、1、あ、消してしまった。てってれー。おー、和モダン、モダンというよりも和の方が強いですね。和が8、モダン2ぐらい。いやー、いいですね。あ、ツインだ。ツインでちゃんと3人利用だ。こちらがダブルベッド、シングルベッドという形で、なるほど。こういうタイプね、3人。いいですね。今日は私1人なので、間違いなくこちらを使わせていただきます。いやー、そして何気に、気づきませんでした。おしゃれなね、テーブル、椅子がありますね。で台もありまして、はい、今ちょうどね夜になってしまったので、窓からの光がね差し込んでないので若干暗いかもしれませんが、外の景色はいかがでしょう。おー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 、目の前に京都タワーが見えます。こりゃ贅沢だ。ありゃりゃ、これは外出ていいやつですね。あ、ちょっと待ってくださいね。パチッとやって、よいしょ、開けます。はい、開かないやつでした。はい反対側開いたりする？いや、開かないから、開かないやん、ほっと開かない。はい、開きません。ベランダにはね、残念ながら出られませんが、そういう感じですね。はい、いや、いいですね。なかなかベッドのね、あの高さもね、低いんですよね。はい、このマットレスの台があまり高くなく低い位置にあってね、天井もここはほら段が違うんですよね。なので、まあベッドが低い分あまり圧迫感はなく、そしてこちら側十分に広いですね。エアコンが外付けてありまして、暗かったのに気づきませんでしたが、テレビがこちらにあります。32型ぐらいですね。はい、程よいサイズ感。ここにも椅子がありますね、うん、で光が足りておりませんが、ティッシュと、コンセントがね、ここにあるんですよ。あるんですよ一口ね、あります。冷蔵庫の中見てなかったんですけど、ちゃんと製氷機の氷の受け皿もありました。そしてね、リビング、ここもね、ついたんですよ。ここ間接照明、なんか今ピヤーってなってるけど、そう、こんな感じ。いいですね。これでようやく明るくなったなって感じですね。メール確認したらないみたいですね。借りられもしないそうです。はい、ということで、行ってきましょう。外に買い出しです。買い出しやっぱキーレスなのがいいね。ドアが開きました。やっぱ京都のホテルで部屋から
スカイツリーじゃなくて京都タワーが見えるのは、あ、京都に来たなっていう感じがしますね。うん、部屋の中にね、電子レンジがあるのでせっかくなんで冷凍食品を買ってきました。ちょっとあんまり綺麗じゃなくてごめんなさいね。チャーハンとこれ何と思うんですけど、納豆2パック分です。そして色とりどりの日が世界をドゥ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 でれれ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 一日を過ごすことができました。ということでチェックアウトしたいと思います。このホテルでは特にチェックインのチェックアウトの手続きはないんですが、強いて言うならこれを外にかけるってことですね。今回も素敵な滞在となりました。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。